太陽チャンネル。はい、ということで皆さんこんにちは、太陽チャンネルパッパッとやっちゃんです。ママ、いやママじゃない。はい、ということで今日6月の5日日曜日です。お父さんの誕生日。いいの、お父さんでいいの。お母さんの誕生日です。はい、こっちの誕生日です。イエーイ。ということで、はい、なんと明日は6月の6日ランちゃんの誕生日です。前日が日曜日っていうこともあるんで、ちょっとお出かけしようかなと思いますね。ランちゃん、制限時間は3時間。今からスタートです。何したいですか、どこに行きたいですか。トイザラス。間違えちゃいけんよ。何買ってもいいっていう企画じゃなくて、まず今どこに行きたいですかって聞いたんだよね。今から3時間限定ランちゃんの希望を聞く企画スタートです。じゃあまず一発はトイザラスね。はい、じゃあ行きます。リアル3時間チャレンジ。ちなみにね、今の時間がお昼の1時、言うこと聞くのは14時まで。ランちゃんの言うこと聞くんだって、お父さん。おばあさんの服着てよとか。いや、朝そう言っとったろ。ランちゃん誕生日だから、お父さん言うこと聞いてみたいな。別に何の撮影もやってもないのに、そんなこと言い出したでしょ。だからお母さんの服着てとか言い出したから、もうこれは出た方がいいわ。家におったらろくなことがないぞと思って。お父さんがワンピ来たところで誰が見るよ。いつもだいたい誕生日って土曜日とか日曜日とかうまく当たるのにな。今年は誰も平日だったんちゃう。ランちゃん明日月曜日だしな。明日子供園から帰ったら誕生日パーティーか。何食べたい。お寿司。ランちゃんってお寿司何食べる。卵だけでしょ。じゃあくら寿司のでっかいお寿司全部卵にしようか。カニの時期終わった。カニはもうないよ。なんでそんな顔すんの。なんちゅうこじだいつもの顔。ランちゃん怖いって。何がいいかな。ランちゃんいつも298円のピザばっかり食べてるでしょ。毒ピザ。毒ピザ、なんか美味しいピザどっかやってなかったっけ。韓国グミ。韓国グミが晩ご飯。地球グミ。地球グミ。明日その行く時間ないな。地球グミのご飯がいい。地球グミのご飯、なんかそれっぽいのを作ろうか。ご飯に色つけるやつあったじゃん。絶対食べない。絶対食べんな。ご飯を地球グミの色っぽくする。食欲そそらんぞ全然。ピザどうしようかな。今日の今この3時間の間のお願いに美味しそうなピザ買う。イオンとかないの、なんか美味しそうなピザ。あの手作りっぽい美味しそうなやつ。ピザしようか。ピザ。え、じゃあもう今日食べたいってこと。じゃあ今お願い事言ったね。トイザラス行って次はランちゃんのお願い事、ピザを買いに行く。 OK。え、しかもこのトイザラスって翼の希望でもあったでしょ。分かった。特別な今日日曜日だし、明日は普通に学校だし、今どこに行きますかっていう希望以外に何かお願い事一つ聞いてあげる。あ、それは言ってからするか。じゃあちょっとトイザラスまで飛ばします。はい、到着しましたよ。眠い。大丈夫。なっちゃんどういう状況。じゃあ見に行ってみましょう。はい、はい。言うこと聞きました。 OK。 新宿のレオタイグッズ売ってるよ、みんな買ってね。はい、よいしょ。ですね、いっぱい買わされました。教えて、ランちゃんは何買ったの。じゃじゃん、ガールズデザイナーコレクション、絵描くやつ、これ欲しかったんだよね。ね、まあ今日は特別だよ。はい。で、まあ欲しくなるよね。
翼くんが買ったのが小学生になって遅れてきたブーム、ブラザーズのデラックスドンブラスターなんかすごい騒音がうまいな。まあちょっとまた帰ってこれはね鳴らしてみたいと思います。次は一応予定にあったスーパーピザ買いに行きましょう。ちなみに今の時刻2時です。スタートが12時45分だったから1時間15分ぐらいか経ってるね。はい、じゃあ行きます。はい、着きました、はい、お目当てのピザがあったらいいね。はい、じゃあ買い物行きまーす。よし、はい、帰ってきました。今晩のいろいろおかず買って、でランちゃんのお目当てのピザもね、安かったな、丸々1枚で900円ぐらい、900円、うん、込みで。それで一応パーティーしましょう。帰り出たところでトイレ行ったんだけど、3つ小便器並んでて全然下見ずに一番奥のやつに行こうと思ったら滑って見たらおしっこむっきりこぼれてて、でもさっきグワー足拭いたっていう、やめてほしいわ、踏んじゃったよもう本当に。そういうことです。じゃあただいまの時刻2時30分で残りあと1時間15分です。この後どうしたいですか、何かありますか。イオンのもしかしてクレーンゲーム。じゃあ今からイオンに行って少しクレーンゲームがしたいそうなんで、少しね、はい、少しね、はい、スイートポテトこれ食べてクレーンゲームやっていい時間になると思うし、次のシーンになって何を持ってるのか、もしくは坊主で帰ってくるのか、お楽しみに。じゃあイオンに行きます。帰ってきました。あと2時間あるで。いや、ところがどっこい、計算したかのように今3時41分で終了4分前です。ほぼほぼ終了です。終わり。完結できましたか。でクレーンゲームの結果、じゃじゃん、取りました。これミッフィー、ダンちゃん取れるとは思ってなかったな。400〜500円で取れて、翼はもう多分取れないって言ってガチャガチャやったんだよね。今日買ったなんか戦隊ものの武器につけるなんか バッチみたいなやつ、これを何回やった。あ、6個。あ、6個。これが変わると多分おもちゃの音が変わるらしい。え、待って、7個じゃん。7個もやったのこれ。一応時間終わりましたんで帰ります。前夜祭終了。じゃあひとまず帰ります。明日もお楽しみに。バイバイ。お、でかっ。これがなんちゃんお絵かきする紙のやつだな、白いのと。そんなことない。ほら、いっぱいある、いっぱい。いいね、それ。翼さん、電池入れていい？ついた、翼さん。おい。いいよ。よかったですか？で、ランちゃんも電気ついた。なあ、セットするんだね、これで自分の好きな、あー、そう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 、組み合わせ、おお、で紙を置くと、あ、透ける透ける。でこれであとはランちゃんが好きなように絵描いたらいい。描いてます。難しい。よかったですか。うん、はい。以上、5歳最後の日でした。明日から6歳だよ、ランちゃん。はい。次のおすすめ動画を見てね。